ロンディニウムの創造図イギリスのロンドン市内におけるロンディニウムの一ロンディニウムはローマ人によって設立された古代ローマ帝国の都市である。紀元前にブリテン島にすでに侵入していたローマ人が紀元後一世紀頃に作った町であり、テムズ川北岸の一角を三辺の城壁で囲み、川に橋を架けて建設された。ロンディニウムは先住民族であるケルト民族の言葉で、 沼地の砦を意味する。民族が多様な都市で、ブリテン島南部の商業の中心地となり、後のシティオブロンドンの原型となった。このロンディニウムの創建が、今日のロンドンという都市の起源である。ロンドン周辺には、ケルト系のブリトンの集落跡が点在した形跡が確認されるが、ロンディニウムは最初の大きな開拓地として、ローマ帝国によって創建されたのである。ロンドンは、 ローマと同様に橋を架けるのに十分なほど狭い川がある都市であり、水運を利用してヨーロッパの多くの場所に行き来しやすい場所であった。当時のロンドンは現在のハイドパークとほぼ同等の面積で狭かった。そして61年頃、ブーディカが率いるイケニ族によって教習され、焼き討ちされた。しかし都市はローマの都市として計画通りにすぐに再建され、 10年後に復旧した。都市は、その後数十年で急速に成長した。2世紀の間、ロンディニウムは、高度成長の頂点に達し、期限100年に、コルチェスターに代わって、ブリタンニアの州都となった。当時、の人口は約6万人であった。大聖堂は、アルプスの北で、有数の大きさだった。広場、円形劇場、浴場、駐屯地などのローマの都市に、 特徴的な施設があった。多くの建物は木造だったため何度か大規模な火災にあった。3世紀以降は景気が悪化し都市の成長は停滞した。西暦180年から西暦225年にかけての間にローマ人はロンディニウムの周囲にロンドンウォールという防御壁を建設した。防御壁は全長約3キロメートル、高さ6メートル、 厚さ2.5メートルであった。3世紀後半、ロンディニウムは、サクソンの海賊によって何度か襲撃された。これにより、約255年以降、川沿いの壁が、次々と建設された。壁には、門が備えられていたが、伝統的な7つの門のうち、6つは、ローマ起源であった。5世紀までに、ローマ帝国は、急速に衰退し、西暦410年に、 ブリタンニアのローマによる占領は終わった。その後、ローマの都市も急速に衰退し、ローマは5世紀の終わりまでに事実上ロンドンを放棄した。ありがとうございます。